外食にとっては一大危機だったとしても乗り切ることに成功していると。なぜ、ね、新規出店を、ね、強気でこう続けているのかと。スシローの株価に関しては白坂慎太郎です。今回はスシロー、コロナ禍でも新規出店を続ける、株価は今後どうなるというテーマでやっていきたいと思います。まあ、スシローという企業はですね、まあ、日本国内の、回転寿司ですね、回転寿司の最大手企業ということになります。で、もともとはですね、寿司太郎という企業だったみたいなんですけれども、まあ、その寿司太郎という名前がですね、別の企業の、ね、名前、別の企業が出している商品名と、ね、まあ、同じだということで、まあ、寿司太郎から、まあ、寿司ローに変わったということですよね。まあ、そしてその寿司ローとして、まあ、結局ずっと寿司っていうのをやってきて、今では回転寿司で日本国内最大手企業になっているということになります。で、この寿司ローがですね、コロナの影響があったとしても新規出店を続けている、その本当の理由っていうのと、まあ、株価は今後どうなるのかというのを考えていきたいと思います。はい、ではスシローのですね、まあ、業績っていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まあ、スシロー既存店の売上高で昨年対比ですね、2019年と2020年を比べた場合の昨年対比の売上っていうのを見ていきたいと思います。そうすると2020年1月は 107% ということで、既存店はまだ成長していますということですよね。で、2月も 112% ということで、まあ、成長してましたということです。で、3月からコロナの外出自粛というのが、影響が出始めるんですけれども、3月は昨年に対して売上が 86% と 14% 減ですね。で、4月っていうのが一番落ち込んだわけですけれども、まあ、緊急事態宣言が4月7日に出たので、まあ、一番落ち込んだわけですけれども、昨年対比2019年に比べて売上は 55% でしたということです。で、5月は 81% まで回復して、6月は 97% まで回復しているということです。そうすると、まあ、既存店の売上が100を切っているのが3月、4月、5月、6月ということで4ヶ月 100% を切ってるんですけど、赤字だったのは4月だけと、1ヶ月だけだったということですよね。赤字は4月の1ヶ月だけが赤字と、あとの3月と5月と6月は売上が減ってるんですけども、黒字をキープすることができているということなんですよね。まあ、これがスシローの強さの一つであるということです。じゃあなんで、ね、売上が4ヶ月、下がったのに赤字は1ヶ月だけだったのかということなんですけれども、まあ、その理由っていうのは、まあ、元々で持ち帰りのサービスをやってたということですよね。一言で外食って言っても、ね、その外食が、ね、そのコロナによって影響を受ける、その受け具合っていうのがだいぶ違ったわけですよね。例えばファーストフードとかっていうのは逆にね、売り上げが伸びていたりとか、逆にファミリーレストランとか居酒屋っていうのはものすごいね、大きく落ち込んだりと、同じ外食でもかなりこう影響の受け具合っていうのが違ったわけですけれども、まあスシローは比較的外食の中では影響の受け具合がまだ小さい方だったということですよね。なぜかって言ったら持ち帰りですよね。お寿司っていうのは、ね、店内で食べる人ももちろんいるんですけれども、持って帰るっていうのもまあ別に今までコロナの前からから、まあ、やってたわけですよね。だからその持ち帰りテイクアウトにまあ向いてる商品だったということですよね。まあ、これがねラーメンとかうどんとかそばとか、そういった商品になるとかなりね、難しいわけですけど、お寿司だったら大丈夫だったということです。はい、そしてもう一つは損益分岐点っていう、損益分岐点売上高が低かったということです。これはどういうことかっていうと、売上の何パーセントまで、ね、売上が減少すると、結局、赤字になるか、ということですよね。まあ、表現を変えるならば、何パーセントを超えると、黒字になるかっていうね、その分岐、ですね、損と益の分岐になる売上高のことを損益分岐点売上高っていうふうに言ってるんですけれども、その損益分岐点が低かったということです。まあ、80% ですね。まあ、厳密に言えば 80% 弱ということになります。これどういうことを意味してるかっていうと、仮に売上が 20% 減っても赤字にならないということですよね。損益分岐点の売上高が 80% ってことは、20% 売上が減ったとしてもまだ赤字にならないというのが、この損益分岐点という考え方になります。そうすると3月は86なので、ね、だから黒字を確保できてるんですね。で、5月も81、6月も97なので、いずれも 80% を超えてるので、だから売上は減ってるんだけど黒字は確保できてるということになります。はい、で、スシローが損益分岐点が低い理由ですよね。なんで売上が下がっても、ね、ちゃんと黒字が確保できる、そういう体質に、経営の体質
安になっているかというと、まず固定費の割合が少ないということです。はい、IT による自動化が進んでますということですよね。まあ、お店の中だったら、ね、例えば券売機があったり、もしくはタブレットで、ね、お客様が ご自分で食べたい寿司をね、こう流れてくるように、まあ、注文ができたりとか、っていう形で極力お店の中で働く、特にこうね、寿司を握る人ではなく、こうね、休止する人、サービスする人の、まあ、人件費っていうのを、まあ、極限まで、まあ、抑えるっていう、そういう仕組みシステムで、まあ、スシローはやっているということですよね。だから、まあ、固定費のまず割合が少ないということです。固定費が少なければ少ないだけ売上が減っても利益が出やすいわけですよね。まあ、実際はありえないですけど、わかりやすさだけを考えて、極論を言うならば、固定費ゼロだったら、ね、売上ゼロでもトントンなわけですよ。まあ、実際固定費ゼロっていうことはありえないんですけども、固定費ゼロだったら売上ゼロでもトントン。だから固定費の割合が少なければ少ないだけ、売上がね、少なくなったとしても、利益を確保しやすいわけですよね。で、スシローはその体制になってましたと。ということです。で、もう一つは変動費ですね。変動費っていうのは、商品の提供の数が増えれば増えるだけ、経費が上がっていくものですよね。例えば、寿司を1セット、ね、2セット、3セットっていうふうに、ね、商品の提供の量が多くなればなるだけ経費も増えていく。商品の提供量が多くなればなるだけ経費も上がっていくものっていうのが変動費っていうふうに言っているものです。だから商品の提供数が増えれば経費も自動的に上がっていく。でも逆に商品の提供数が少なくなれば自動的に経費も少なくなっていくっていうのが変動費ですよね。で、そうした時に、まあ、スシローの場合は固定費は少なくて変動費は大きいんですね。具体的には原価です。だから、お米とか、お寿司のそのね、お刺身ですよね。そういったのにはすっごいこうね、お金をかけてくるんですよね。で、売上が下がるってことは商品の提供数が減るわけですよね。商品の提供数が減れば自動的に経費も減るわけです。で、だから3月、5月、6月っていうのは黒字を確保することができたということですよね。商品の提供数が減ったんだけど、でも同時に経費も下がってるので、だから3月、5月、6月の3ヶ月に関しては黒字を確保できているということですよね。まあ、コロナのようなもうね、本当に外食にとっては一大危機だったとしても、たった1ヶ月の赤字だけで乗り切ることができることに成功しているということです。はい、ではなぜ、ね、新規出店を、ね、強気でこう続けているのかということですね。はい、それではスシローの現状、それから掲げている理想ビジョンですね、そして中期計画っていうのを見ていきたいと思うんですけど、まず現状としてはこれはもう実績として売上高が2000億円ですということですよね。まあ、昨年2019年9月期決算で年間2000億円の売上でしたということです。で、スシローが掲げている、まあ、理想、ビジョンっていうのは売上高1兆円というのを掲げています。これは年月はまだね、約束は、打ち出されてませんけれども、最終的に売上高1兆円企業を目指しているというのを発表しています。今は、まあ、回転寿司、1位という企業ですけれども、まあ、売上高1兆、になるという、時は和食ですね。ちょっと寿司をもう少し超えて和食の総合外食企業というのを、まあ、掲げて、経営を行っているということですよね。で、現状があって理想があって、この理想に近づくその途中過程の途中計画としては2021年9月期決算ですね。まあ、来年ですよね。今、2020年なので来年2021年9月期決算で売上高2400億ということで、まあ、2年間で400億円の売上増というのを、まあ、途中計画として、まあ、経営を進めているということになります。なのでここを見てるからですよね。ここを見てるので、だからコロナみたいな外部環境の変化があったとしても、まあ、変わらずですね、実際にこう新規出店っていうのを続けて、まあ、店舗数の増加、それから売上の増加っていうのを図っているということですよね。で、新規出店をしていい、企業体質になってるんですよね。なぜかっていうと、既存本店の売上が上がってるわけですよね。新規出店で企業の売上が増えてるだけではなく、もともと存在しているお店自体の売上もコロナの前、2020年1月の 107%、 2月の 112% ということを考えると、既存店の売上も増えてたわけです。だから既存店が成長してるから新規出店も増やして、グループ全体の売上を増やしていくという形で、極めてまあ王道の形でですね、まあ、まともな経営を進めているということなんですよね。だから、まあ、
赤字が1ヶ月で、乗り切ることができた、だったら、ね、この理想を追い求めて、ね、新規出店を続けて既存店を成長させながら新規出店を続け、そしてグループ全体の売り上げも増やしていくというのを、まあ、やってるのが、まあ、スシローということになります。でここまでを踏まえた上で、まあ、株価っていうのを見ていきたいと思います。はい、で株価なんですけれども、まあ、スシローの上場からですね、まあ、現時点に向かってもちろんこんなに右肩、ね、一直線で上がってきてるわけではなく上がったり下がったり上がったり下がったりを当然しています、しているんですけれども、まあ、上場してから現時点までの、ね、大きな、ね、傾向大きな流れっていうのを見ると、まあ、右肩上がり傾向で株価っていうのは来ていますということですね、まあ、そうした時に、まあ、最安値は829円というのを記録しています。で最高値に関しては2548円というのを記録しているということですよね。なのでもし最安値829円で買って最高値2548円で売っていたならば、まあ、3倍で売却することができているということですよね。はい、そしてまあ現在のこの動画を話している時点での株価というのが2423円というふうになっています。そうした時に、まあ、このスシローという、ね、企業の、まあ、今までの、ね業績ですよね、それから売上の成長性もしくは本業営業利益から見るそのスシローの、まあ、実力ですよね、あとはこういったビジネスモデルですよね、もしくはそのビジョンというのを、まあ、全部総合的に踏まえた上で、まあ、最終的にですね、将来長期的にはこれぐらいの株価に落ち着いていくんではないかというね個人的な予想としてはですね、スシローの株価に関しては2909円で長期的には落ち着いていくというふうに予想したいと思います。はい、今回の動画ですねあなたも役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたもとても貴重な時間にてこの動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。